県の新たな津波浸水想定に対応した初めての避難訓練が東松島市で行われ、これまでの想定よりも遠くへ逃げることが必要になった住民らが車を使って避難しました。今日の訓練は震度6強の地震が発生し大津波警報が発表されたという想定で実施されました。東松島市は県が去年5月に発表した新たな津波浸水想定を受け、1キロ以上離れた場所へ避難しなければならない人たちに対し車による移動を認めています。今回は新たな津波浸水想定をもとにした初めての訓練で、山本東地区など沿岸部の住民たちは自家用車を使い、市が指定した内陸部の避難先に移動していました。いざって言ったらもっとある踏切とか、交差点、信号あるところですね。そういうところで渋滞すると思います。普段通ってる時から準備はしていかなきゃないかなと思います。東松島市では今後訓練の結果をもとに避難道路の整備などを検討することにしています。避難するとなると当然大渋滞になると思うんで、それを少しでもやっぱり分散するような形で避難道路を作ってですね、行きたいなと。